待って、ブラウザ立ち上げて。はい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 。いや、そう、ほら、う YouTuber とかって、ほら、全身動くようになってたりするわけじゃない。センサー必要なのよ、あれ。例えば、頭だけだとか、ほら、今目だけでしょ？エレノラさんとか。目だけなら目だけのやつでいいんだって。だけど、全身動かすならセンサーが全部必要なんだって。そう。よいしょ。あれか、ほら、よくさ、アメリカのさ、3D っていうか、CG みたいなで作るとき、なんか、玉みたいなやつつける、あんな感じなのかああ、なんて、なんていうの？そんな感じ。な？ あんな感じだよね 多分ね、多分そんな感じ。うん。し、じゃあ、ちょっと配信止めていいのかな？あ、ライブ止めてもいい？ツイッターの、ツイッターじゃねえや。ディスコード。あ、どうぞ止めていい？どうぞ。はい。俺も止めようじゃ。ちょっと待って。うん、止めよいて。しょ。ちょっと待って、俺。はい、どうぞ。メモリ残量だけちょっと見たいから、ちょっとはあい、れだはけい、立ち上はい、げてほはしい。オッケー。いきまーす。次、あかんなった、青になったら。い。はい、はい、はい。行きましょう。あ、ちょっと待大丈夫だよ。って。え、止まっちゃったんだけど。何が？配信が。あ、止まってる。焦った。え？ちょっと待って、あれ？なんかいろいろおかしいな。ちょっとじゃあ、一旦じゃあちょっと落ち着きましょう。あなたのと。ショーケー。なったろうだ。UI 変えて、俺もこれ画面ちっちゃくしような、なんだっけ、サブモニターじゃなくてなんだっけ。右上に俺出してるんだけどさ。やっぱナスカ入ってないね。入ってないか。なんか入ってないっぽい。いや、また入れましょう。おお、来た！おお、始まったよ、また始まったよ。AI の 来た。無謀なバトルが。いや、今の気づいたからいいけどさ。すごいもんね、このキュッと入ってくるもんね。そうそう。これ、ハンコンだと逆に避けにくいでしょ？どうなん？まあ、確かにそんなに急に曲げらんないからね。そう、マウスだとクッとさ、ほら、振ればいいだけなんで、結構避けやすいっていうか、その、なんつうの、稼働できる、その、なんつうの、あれが違うもんね、違確かにね。う、違うんだよね。でさ、ハンコンだと90度ぐらいが限界だけどさ、さすがにね、急ハンドルだとね。そうだよね。もう俺、ふんって、何、マウスをちょっと動かせばいいんで。さあ、むぎさん、これ楽しいね、このローボーイはね、やっぱやり。ばいね。いや、なんかこのアメリカな感じがいいな、この真ん中に中央分離帯もないし。本当だ。油断する？ね、それ。で、U ターンする、U ターンする。油断できちゃう。できちゃう。これなんつうの、ちょっとこう、砂漠的なこの風景もなかなか。乾いた感じの。いや、海岸線行けばよかったな。海陽 キャー海岸。陽キャの。岸。ビーチバレーを見ながら。ねえ。一バレでゼロで見に行くんでしょ？ゼロで。これ見えないな。ここが。あ、ちょっと待った。左やばいな。あ、右やばい。左に。左ね。右がなんかやってる。やってる。なんかやってる。
やってるやってる。合流失敗してるね。うん。やっぱ真っ白で見えないね、これ。見えない？どう？あ、この、なんだっけ、コンクリートチック。そう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 。あと、どっか営業所買わないと。もう、こっちまで入れるか、なんだっけ、道路が。あ、入れてなかったっけ？失敗したな。モデルでしょ？そう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 。失敗したな。これは結構好きなんだよ、色が、ほら、岩の色が変わったりとかね、緑がちょっと濃くなったりする。濃くなってるしね。うん。あ、でも緑はあれかな、スプリングで、かき消されちゃうかも。ああ、そっかそっかそっか。あっちの方が、岩の色と、上の方にある、うん。岩とか、うん。道路は変わるのかな、うん、うん。草木は、上にある方が多分優先されるよね。多分ね。ただ、その地域によってどうなんだろう。テキサスがどうのこうのとかあるじゃん。なんか。ああ、そういうことね。それどうなんだろうと思った。なんか、そもそもなんかその辺を変えるようにできてる、できてたんでしょ、なんか。特定の種。来た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 。来た。そうそう。だからね、あれね、岩のやつ良かったよね、あれ。あと道端の花とかね。今、青食べてきた。ちょ、右行きたい、右行きたいんだけど。うん。ちょっと気がつきにくいよね、でもね。道端の花さ、いいんだけどさ。アメトラだと、ちょっとあれだな、やっぱ、この辺ないもんね、今ね。やべ、左だ、左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 、車線を走行してください。右車線を走行してください。続いて右方向出口です。右方向出口。え、嘘、やっちった、どうしよう。あ、ここか。あ、まあでもあれじゃない、どっかでその辺で U ターンで行きやしない。アメリカだから。かええ、ゼロ使う。ゼロ使う。いい、もう行きましょう行きましょう。このまま行っちゃう行っちゃう。もうちゃう、行っちゃう行っちゃう。俺これをさ、その隙間見つけて、あ、ここだっつって左にグッと切った、うん、あれがびっくりするよね、あの人。言っちゃったけどさ、びっくりしちゃうんだよな。やべ、思い出しちゃった。あ、U ターンで、あ、まだ先か。うん。あ、危ない危ない危ない、フラフラしてる。右、しょうがない、右行くか、今のうちに。オッケーオッケー。右に行って、降りて U ターンしよう。今のおじさんのあれだけで今の情景が頭の中に脳内再生。いやーすごいよね。ラリーだよ、ラリー。ラリー。はい、次のカーブ左90度みたいな感じでさ。いや、ある意味天才なんだよな、でもなんかもう。え、だってあれでハンドル、ねえ、そうそうそう、そういうことだよね。ハンドル切れるんだからさ。おい、だから、なんか、このゲームだからダメだったけど、違うゲームだったらすごい、やばい組織も、そう思ってるんじゃないのかなっていう気が、しないでもないんだよね。よし、これで、左
左です。え、ちょっと待って、俺ローン払ってるんだけど。ローン払ってるんだけど。そっか、俺ローンで買ったんだ。いやー楽しいなやっぱり。ちょっとどっかで俺営業所も買いたい、買わなきゃいけないし。うん。うわ、ちょっとやめてほしい。ちょっとびっくり。なんで今日こんな多いの？なんかあんの今日。わかんない。旧正月だから。旧正月だから、セールでなんか、セールであれか、ダウンロード今度使わないと。AI お怒りか。右車線を走行してください。でももう買うもんない。鋭いツッコミだよねあれね。右方向出口です。ほんとさ、なんつうの、ダンプ走りしないと入ってくるもんね。いやーそこだよね。だから難しいのが、俺たちだけではなんかこのアップアップとって言いながら、登らない。昨日か一昨日やってた人いたね、なんかアメトラで。うん。何？どんなやつ？なんだっけ、コンボイ。うん。普通にやってたんだけど。うん。まだお金がない人たちみたいで、レベルがあと、まだ。はいはいはい。で、コンボやってたんで、うん、なんだっけ、一番後ろにタイヤが一つだけとかあるじゃん、荷物。あれ乗ってたね。あの、斜めのやつ？もしかして。そうそう、斜めのやつ。斜めのやつ。あれ多分俺、一番難しいのあるじゃないかなと思ったけど。意外と難しいよね、あの斜めのやつ。いっちゃん後ろについてるからね。もうちょっと前につけててくれればいいのにさ。うん、アメトラのトレーラー、ああいうなんつう、結構後ろにあるのも多いよね。後ろも多いよね。だからケツは怒らないけどさ。普通のね、ボックスのでもかなり後ろについてるから。ついてる、後ろについてる。四軸とかだと総だりになるんだっけ、一番後ろが。ああ。アシストしてくれるんだよね。右なんかやってる、これ違うか、なんだろうこれね。あ、そういえば俺の配信見てさあ、うん、俺の声大きくない？そんなことない？あ、ちょっと待って今。ああ、いい、うん、ごめん。アーカイブとかは見てないよね。最近ちょっと見てないんだよ、ね、じゃあちょっと待って、後で下げとこう。なんかちっ、うん、でかいんだよ、ね、ちょっと見とく、ま、すみません、うん、今度なんか適当に左かな、左に。左ね。はいはいはい。行かないと降ろされちゃうけ。左車線を走行してください。アメリカのこの出口ってこんな感じだよね。
必ずこう、なんていうの、うん、なんか山の斜めに。左車線を走行してください。あ、レーンそのままね。うん。年賀収穫機ってやつ、左車線を上からなんか入れるんじゃないんだ、種まくやつじゃないんだこれ。なんか俺上から入れるのかなと思ったけど違うのかな、なんだろう、なんだろうねこれね、年賀収穫機って年賀ってあれ、ね、花ってなんつうの、よくこうズボンとかに使う面のあれ、面のあれだよね。右車線を走行してください。続いて右方向出口です。はい、降ります。はい、はい。右方向出口です。右方向です。曲がれないです。大回りじゃないと曲がれないです。はいはいはい、全然曲がれないです。全然無理です。左です。まもなく左方向です。左方向です。あ、これだ。これ左だ。これだ。ここですね。はい。キャタピラーだ、うん、あのなんだっけ、あの入り口のところにこうまっすぐ入るやつじゃないこれ。あ、間もなく目的地です。ルートガイドを終了します。ちょっとここで仕事選んじゃっていい？どうぞどうぞ、お願いします。え、あれあれ嘘、入ってない、もうちょい前かな、もうちょい前かな、うん、あ、いた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 、うん、ちょっと待ってね、じゃあ選ぶ。はい、お願いします。すぐに結果を見る。今のしないってないってるした、一回どかすね。はい、はい、バックしても大丈夫？大丈夫大丈夫。あれ、エロラさん見つかるかな？もしよかったらちょっと見てみて。うん、了解です。ど、音下げてくるか、俺の。ちょっとこんなもんで。しょ。やっぱ暖房ダメだ。昨日も俺居眠りしてたし。これで、ああ、ここ、あれだね、ないね。やっぱない？じゃあ。ちょっとこの辺の。近くで、うん、ちょっととりあえず銀行行ってくる。はい。帰ってきちゃったわ。よし、これで入ってないでしょ。ナスカ、ナスカないね。うん、ね、両方位1400キロ。何分？550。あ、でもここにないね。なんだっけ、俺、都市検索してる。あ、してる？ね、うん。あとは箱車と、なんだっけ、砂利とか、そんなん。うん。ここの西にあるベーカーズフィールドにある、552マイルだから、800、900キロぐらい？それだと1時間、あ、でもあと1時間ぐらいだよ。うん。ちょうどいいのかな、そっちの方が。俺ゼロで行くけど。うん。じゃあゼロで行く。ベーカーズ、うん。ベーカーズフィールド。あ、じゃあ俺。さんなんかいいのありそう、そこのベーカーズフィールド。ベーカーズフィールドに、その、俺行ってないんで。ああ、そこそこそこ。うん。ダメなんだよね。あ、はいはいはい。営業所探してくる。OK です。どっか営業所変えるとこねえかな。
ベーカーズフィールドでしょ？うん、ベーカーズフィールドに一応ある、あの、営業所。営業所ある？ちょっとそこで買うわ、うん、とりあえず。ルートガイドを開始します。実際の標識や交通規則に従って運転してください。じゃあ、ちょっと、じゃあ、取っちゃいますね。お願いします。お願いします。ひどいよね、あの、なんか配信してんのに堂々とこんなことやってんだもんね。いい、大事大事。これでじゃあ、行くか。だからチートってやるんだから。いや、でもこれは別にチートじゃないよね。うん、っていうかそもそも何、チート呼ばわりされる筋合いすらないんだけど。そうだよね。もう撮った？うん。あ、撮って。あの、近くのとこ。オッケーオッケー、じゃあ。結構近く。燃料とか、大丈夫？燃料は、うん。あ、ない。よかった、言っといてもらって。でさ、忘れた頃に燃料とかあるじゃん。そう。故障とかは結構赤くなるけどさ。燃料はね。燃料は、そう。コンボイ、あ、じゃねえや、あの、さっき言ってた、なんだっけ、駐車が難しくなる、カンパニーアドオン入れる、うん、入れようか、カンパニーアドオン。カンパニーアドオン入れると、ただ、めんどくさいよ。ルートガイドを、どうしようか。実際の表示や、あ、俺、アメトラ、まあ、入れてみてダメだったらっていう手もあるけど。うん。俺、ちなみに ETS 入れてんだよね、自分で。あの、ロングは、ロングの荷物とかあるじゃん、ETS で。うん。あれ、モットのロングの荷物は駐車できない。ああ、はいはいはい。あの、車が邪魔してる。うん。たまにあの、曲がれないときある。そうそう、曲がれないのもある。俺がほら、橋脚よく積んでくじゃん。うん。はいはいはい。あれがね、入っても置けない。あ車が止まってる。かな。あと面白いのは普通に運んでて、うん、やっぱ頭に車が止まってるとか、うん、ちょっと切り返せない感じの、そう、ね、左方向です。これ邪魔になんないかな。あ、じゃあ多分大丈夫だと思う。あ、エルバラさんの後ろ着くと俺。うん、今度は先先頭行きます。すいません。終了します。じゃあどうぞ。ごめん、俺仕事取ってないんだまだ。仕事を取ったらいい。はい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 。走ってきちゃった。え、これ三輪？あ、これこのままもう。これこれ。うん、このまま。うん。あ、結構あるね、800キロって。うん。ルートガイドを開始します。実際の標識や交通規則に従って運転してください。そこでさ、ちょっと止まってて、うん、あ、はいはいはい、写真撮りたいです。いつか、うん、自分撮りましょう撮りましょう。いつおたみたいな。あ、ごめん、なんか変なとこで止まってんね俺。え、どこ？え、そこでそこでいい、そこでいい、大丈夫、ラフリーに止めるから、うん。いや、だってもうこれはしょうがないでしょ、この荷物は。ちょっとバック難しい。でもあの、なんだろう、小型の荷物だったらさ、溶けろとか言えるけどさ、いや、溶けろってあれだけど。ちょっと隣止めて、写真撮りたい。はい、撮りましょう。こんな感じかな、よいしょ。どうかな。いいっすね。あ、ちょっと前出たけど。ちょっと下げる。もうちょい出るか。ちょい下げる。下げる、はいはいはい。うん、これでいいか。いいね。いいっすね。いいっすね。し。雨降ってきたよ。うん。
間違えた。やべ。やべ。何したの？何したの？隣のやつ選んじゃった。あの、なんだっけ。マリって。ピクシオどうした？じゃじゃコンテンツブラウザーやっちゃった。びっくりした。あ、新車買う予定？新車。次はナスか。いいねいいね。後ろから。これは何だろう、高温機ってやつ。そうね、クローラートラクターって書いてあったっけ、確か。あ？うん。クローラートラクターだって書いてある。多分、幸運機だよね。ただ土、土、うん、土掘り返すだけだよね、多分。そうそうそう。この後ろのとこに、こう、つけてね、こうね。ね、ガシャガシャガシャ、こう、アタッチメント。うん。しちゃ OK でーす。待ってください。はい、OK でーす。OK でーす。あ、前もお願いします。はい。これ、スタートがいい？あ、大丈夫だよ、ね。あの、ここ、あの、なんだっけ、あれだから大丈夫。これ、残りだね。うん。あれあれあれえ大丈夫ですか？ダメです。ダメです。100時間、100時間ぐらい。100時間ぐらい。100時間。まだ、2時間ぐらいなんで。2時間ぐらい。いや、何引っかかってる？何引っかかってる？段差？いや、なんか動かなくなった。あれ？あ、これでいっけ。なんか珍しいところに段差、あ、電柱あったわ。電柱があった、電柱が。電柱があったのか。電柱が段差なのかなと思って。じゃあ行きまーす。はい、お願いしまーす。やばい、なんか、汽車のあれが。これ、トレインフォーマー8連。よし。あ、そうだ、4K、この間話したじゃん。うん。言ったっけ、4K の配信者いるって。配信者っていうか、YouTube 上げてる人いるって。へぇー。初めて聞いた、初めて聞いた。あのね、すげえ、やっぱ綺麗だわ。うん、あ、やっぱ、あれなんだ、4K にするとやっとその、うん。あれが発揮されるんだ。で、最も売れてるみたい。あの 4K 用の。ああ。すごい、うん、綺麗。で、その上の 8K とかあるじゃん。8K もある？うん。で、見たんだけど、無理、うん、再生が無理。あ、もうかなり重い感じになってる。カクカクしてるね。うん。途中でくる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 、YouTube くんくるくるするし。うん。やっぱ、あれは、グラボが対応しないとダメなのかな。ああ、うん。なんか 4K って対応してる、多分、大体対応してるんでしょ？グラボで。いや、知らんけど。8K とかになると確かになんか、うん、本当に高いあのディスプレイとかグラブじゃないと再生しない感じだもんね。うん、4000いくつかける2000いくつとかなんとかっていう。すげえ。なんか、見たことがない解像度だった。やっぱじゃあ、でも 4K か。だから、設備投資はかかるよね、まず。かかるよね。4K 用のモニター買ってこなきゃいけないでしょ。え、だって普通は 4K 用のモニターじゃないでしょ、多分。うん。
なんだっけさ、そのさっき、それこそさっきのあの4090みたいな買わないとダメなんだ。いやー、そこまではないと思うけど、ただ、うん、何あの、俺たちだけってただ動かしてるだけじゃん。うん。だこれだといけるはいけると思うんだよ、ただ。うん。なんだろう。設定を落とさなきゃいけないんだったら、4K にしても、うん、ほら、同じじゃん。ああ、そっかそっか。ね、画像がその、あれか、綺麗じゃなくなっちゃう。綺麗になくなっちゃうんで、うん、だ設定それまで 4K が映るっていうことになると、うん。まあ、確かに40とか何3090とかあじゃないと難しいのかな、やっとしたら。あねえかな、ねえな。何が 4K?4K じゃなくて。じゃあ、スタンドあの、そう、あの、バーストの、あの、とあの、トラックストップ行って寄ってきますか、ね、はいはい、了解。お願いします。はい、はい。ちょっと見てみよう。後で見てみますね、そのやつ。うん、あとでちょっと分かったら URL 教えてもらう。あ、あれお願いします。 8K はね、分かんなくなったかも。 8K は無理。俺が見てる人でその 4K の人は、うん、コンボマップだね、多分 GMC のやつだよ。うん、ユートラ、メトラ、ETS のね、うん、はいはいはい。多分 JBX 入れてると思う。大丈夫、ああ大丈夫、大丈夫でしょ。うん、はいはい、うん、JBS ってあるじゃん、 JBX か、うん、うん、あ、ちょっと減速、減速、減速してみる。多分あのモッド入れてると思うんだよな。天気が違うんだよな。雲の数とか。JBX 多分入れたいんだけど、有料だからな。あと俺のパソコンで。え？あ、減少、車線減少。来た、来てた、来てた、来てた、出た。多分処理はしてくれるんだろうけど、そもそもモニターが原則、はい、モニターをなんとかしないと多分。あ、あ、原則止まってる、止まってる、止まった。なんか工事やってんじゃないこれ、うん、違うな、なんだ、揉めてる、揉めてる。いやー、あ、なんか抜かしたね、一台ね。パスしてったー、なんだ。これでいいかも、結構スムーズに。いやいや。え、何馬力？エンジン。今日は730とか。あ、同じぐらいだな。うん。あ、俺が600何十かな。ちょっとちっちゃいのか。加速でグーンと離される。オートマか、ゆっくり行こう、うん、オートマ、オートマ、どうぞ、それだ。オートマ早いんだよね。少しちょっとゆっくり行きます。あ、しまった、俺今日ドラゴンじゃない。ドラゴン忘れてる、どうしよう。ドラゴン、あのピータービルドにほら、いつもフロントにドラゴン乗せてるじゃん。はいはい。ドラゴン乗せてなーい。やっぱり修理工場ないか。あ、いいよいいよ、大丈夫大丈夫。あの、あったらちょっと寄ってくけど、うん、寄ってくけど。寄ってきましょう。しまった、なんかモンゴさん見ててさ。うん、今日前がよくすっきりしてるな。すっきりしてるなと思って。左寄っといた方がいいかな。はい。
左車線を走行してください。でも今メモリー見てさ、うん、48% 使ってんのね。うん、いや前のだと 98%。 ああ、そっか、そういうことだよね。うん、もうじゃあ全然余裕で。やっぱいいんだよな、やっぱあの、うん、しかも ATS でこれでしょ。うん、相当無理してたんだよね多分。あれか、やっぱりこの、うん、このトラックのやつやるには30に必要なかね、モットの数が、うんうん、バニラだと問題ないんだよ、うん、コンボマップとか入れるにはやっぱりちょっとね、うん、だからコンボマップだけにして他のモット入れないんだったらできるんだきっと。ああ、うん、あ、ガソリン、ああどうしよう。どうする。いいや、まだ大丈夫、まだ大丈夫。うん、次のプリムまで行きましょう。ピン打ってもいいよ、止まって。あ、大丈夫大丈夫大丈夫、うん、意外と早く着いたな、バースト。うん、もっと先かと思ってたら。次のとこはプリム。でもさ、うん、この間テレビでやってたんだけど、映像っていう会社あるじゃん。映像？あのディスプレイの会社の映像っていうの。ああ、はいはいはい、あの、うん、あれ欲しくなっちゃった。綺麗やっぱり。いやー違うね、やっぱりね、全部しかも国内生産なんだって。もう欲しいね、ディスプレイってできるのね、あの飯山と同じで国内生産。ね、その、うん、画像が繊細に映るとかそういう感じ。あのね、なんかね、もうそもそもパソコン用なんだけど、うん、ゲーム用だけじゃなくて、うん、あの例えばさ、レントゲン見るやつとか、おう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 、あとなんだっけ、会場の地図を見るやつとか、その用途によってディスプレイ全然違うんだって、作ってるのが。へー、あ、ちょっと合流だから減速する、うん、いやいや前来るね、グッと。多分グッと来るよ。うわ、危ねえ。お、危ねえ。止まったか。止まったのよ。俺当たった。でも売ってるよね、映像って。あ、でも聞いたことある。あの、なんだっけ、EZ、そうそう、なんとかだっけ。うん。そんなような、あの、で始まりやすいね、確かに。そうそう。映像でよかったのかな、映像だよな、うん、ちょっとね、欲しくな、やっぱりあれなんだ、そういう細かいところをこうちゃんと表示できるディスプレイがあるんだね、ちゃんと、ね、全然違うんだって、使うの、うん、だからそのゲーミングを使ってればいいかと思ったらそうじゃないんだって。買っちゃう？どうしよう。買っちゃったらな、どうしようかな、どこに置けばいいんだろう。テーブル買うところから始めなきゃいけない。あ、そうなんだよね。そうなのよ。あ、今ほら、あの材質だから。あ、環境変えないともう置けない状態なので、うん、お値段的にはおいくらぐらい？いや高い。多分普通のより高いと思うよ。多分見てないんだけど、まだ見てないんだけど。てか俺が買ったのはほら安かったから、特別安かった、1万なんぼだ買ったから。なんか他の2万ぐらいするよ、やっぱり2万以上するもん。あ、あ、その映像であれなんだっけ、曲がってるやつなんだっけ、フルなんとかってやつ、あの27インチかなんか、あの曲がってるやつ、湾曲の、 あの湾曲してるやつ、うん、作ってたね。あ、多分ゲーミングだと思うけど、
兄さんの話だったり、あんまり曲がってない方がいいんだよね、その湾曲にしても。あのね、大きさによる。ちっちゃくて、すごく曲がってるって見せる。ああ。うん。だから大きいと、ちょっと曲がってくれないと、端まで目がいかない感じ。ああ、うん。ただ、大きいと、まあ、例えば、対応してないと中央に画面来ちゃうじゃん、ゲーム。で、2画面にできるんだって。あの、画面がでかいから、右と左で1枚ずつ使えるんだって、その真ん中で分けて。はいはい、逆に使いづらいかったりする。要は今画面目の前にあるのがこれ中央からほら左右に分かれる感じ。ちょうどこの夏の枠みたいなのが入っちゃう感じだよね。そう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 。うん、枠ってか夏のあのなんていうの要は違う。そうじゃなくて1枚あるじゃん。うん。1枚で2画面撮れるんだって。横に広いから。ああそういうことか。そう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 。横に広いから、いや右端と左端で違うその。映像を映し出せるんだって。右は YouTube、左は Twitter みたいな。ああ、はい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 。すげえな。で、それをやると、うん、結局1枚で済むんだけど、うん、なんだろう、自分が中心にいるから、うん、ちょっと映像だけ見たいっていう時は右を向かなきゃいけなくて。ああ。その辺がね、なんとも言えない、その個人の好みもあると思うし、でも一番悲しかったのは対応したのにゲームってこれですよって見せられた時に、うん、でっかい画面なのに真ん中にポツンとゲームしか、あ端っこはちょっと黒くなっちゃってるって。そう、で結局他のは映せないんだよね、ゲームによるんだけど。でだから他のを必ず映したいんだ、映すんだったら2枚の方がいいですよみたいなことは店員さんに言われてて、俺なんか、例えば配信とかしたりするじゃん。うん。ゲーム中ラジオとか聞くしさ。ああ。で、やっぱ2枚使うんで。2枚っていうか、どうしてもほら、もう1枚、なんか映したい、映してるじゃん。うん。はいはいはい。うん、なので、どうしても2枚にしといた方が。あ、でも多分 ETS とか ATS とか対応してんだよね、ワイドモニターは。なんか思うけど、結構あの、なんだっけ、すごいそのワイドの人いるよね。いるよね。マルチ画面じゃなくてさ、横にニョーンって長い人。ニョーンって長い人。うん。ちょっと配信見てる側からすると見にくいけど、運転してると楽しいんだろうなっていうのは。あのね、ビューポイントとかかなりね、なんか、すごく綺麗だもんね。きっとね。あれだね、それ、人それぞれのその、あったやつ買わないとダメだね。ね、そう、ディスプレイも。いや、私知った。知った、ごめんなさい。後ろの車で知った。お、なんか前のやんかやってない？これ止まるか。行っていいですか？あ、あれ、あの、うん。あ、じゃあ俺、ちょっと。うん、あの、本線上でじゃあ。いや、あの、修理工場で。あ、そうか、これちょうどあったね、修理工場が、ね。うん、結構前何あれ。なんだろう、トラクターかな。ここ来たっけ前。ブリムで何かあったっけ、こう、ね、前に何かこう観覧車がある、観覧車的なやつが、うん、これ入れっかな、いいな、あ、よかった、ここ結構広い、広かったからよかった、しまった、これ普通の修理工場来ちゃった。
しかも頭切れようなのに泣いちゃった。どうしよう。うん、あったドラゴンが帰ってきた。うん、おっ止まった。何が止まった？落ちた。え、嘘？本当だ。落ちた。ちょっと待ってね。ルートガイドを開始します。実際の標識や交通規則に従って運転してください。ちょっとお待ちを。ウィス。しまった。頭切り離して入ってくるべきだったかもしれない、これは。まもなく右方向です。やばいな、こっち。右方向です。乗られてる。少し戻ったところで、あのコンボイに入ります。あ、給油終わったの？給油は できなかった。給油できなかったね。マジで？うん、戻された。戻された。オフラインで給油したら。そうだね、そうします。うんうん、ダメだった。ちょっと戻された。なんかこんな、よいしょ、観覧車があったような気がするんだけど、ここだったかな。なんか鳥行ったよね、確かね。あのあれなんか遊園地みたいなとこ。あれってさ、そう確かさ、あれだと思ったのよ、新しいマップかなんかの時に行ったと思うんだけど、あ、これ違うところだわ。また違うとこか。新しいマップじゃないでしょ、これ。うん。あのほら、テキサスかなんかの時に行ったんじゃなかったっけ？あ、そっか。うん。確か取りに行ったのって。なんか近くに写真撮るとマークがついちゃう。写真撮るとこがあったんだよね。なんかマークがついてたもんね。うん、そう、うん。これついてないんで、多分違う。うん、イメージスポットライトって言うんだ。よし、これだ。よし。これで。あ、ここ前来たよ。ウォータースライダーがあるところ。そう、それ。あ、でもね、ちっちゃい。違う。この間来たところじゃない。うん。ちっちゃい。全然ちっちゃい。違うとこね。うん、はい。よし。これで、小木さん今どの辺にいますか？え、どの辺だろう。修理工場の中。出て、上上がって、すぐのとこだと思った。すぐっていうか。あの、看板のとこ？なんだ？看板っていうのかな？うん。足桁の手前のとこだね。あの、遊園地のすぐ横。あ、ここか。うん、遊園地の横。はいはい、もうちょっと先に行くか。あ、ほんとだ。よいしょ、あるでしょ。ハンドル曲げたら上がってった。
し。ほんと不思議な現象だよね。あ、ちょっと待って。橋桁があって、うん。あ、橋桁の向こう？橋桁の手前にいる。あの、じゃあ、橋桁の向こうで入りますね。うん。はい。エロラさんにちょっと送っとくやつあった。あの、さっき言ってたやつ。これだ。エロラさんの DM に送っとく。俺、あのね、4K じゃなかった。これ 2K。あ、はいはいはい。ああ、ありがとうございます。はい、はい。この人がなんかいろいろ出してると思う。おお。すげえ、すんげえ綺麗だよ。そう、見ときます。うん。え、あっ、あ、なんか、今までのこう VTuber の人たちとか見てたんだけど、知らんか、あんまり気にしなかったんだけど、うん。なんか解像度目いっぱいでやってるみたい、じゃないみたい。あの、高スペックな人は目いっぱいでやってるけど、うん、やっぱ動かすっていうこともあるんで、解像度ちょっと落としてやってるみたい。うん、あ、フル HD ではないみたい。俺今フル HD なんだけど、うん。うん、ほら、俺ら何も動かさないから。その、なんだっけ、V の人の、そうあ、どうやってやってんだろうと思って見に行ったんだけど、なんか違ってた。もう少々お待ちください。いっす。あ、あれ見た？あの、ツイッターでさ、流れてたんだけど、ろう者の人がからかってるやつ。ああ、あの、なんとか太郎さんも配信。あれ、太郎さんも、お怒りの。うん、お怒りのやつね。うん、いやー、俺もありえないと思って。あれはひどいよね、あれは。で、なんか事情が違うらしくて。うん。あ、つき、マジョにつきました。これでついたかな、うん、あ、オッケーですね。はいはいはい。はい、いや、確かにさ、からかってあれだと思うんだけど、どうも未成年らしいのはやったのが。あ、あれが、あの、やった人が。そう。あ、危ない、危ない。だから誰か大人が手を引いてるっぽいっていう話と、あともう一つ、なんていうの、うん、今、不老者いないでしょ。東京も実はあんまりいなくて、うん、あの、なぜか名古屋は結構いるらしいのよ。へぇ、まあ、俺とかって不老者は怖いっていうイメージがあったんで、近づかなかったんだけど、うん、いや、大阪の西成とかそうじゃん。なんか怖いイメージあるじゃん。うん、名古屋違うらしいのよ。不老者に対するイメージが、いじめていいみたいな。ひどいね、それもひどいよ、ね。それもひどいんだけど。で、あんなことやったらぶっ飛ばされるじゃん、普通は。うん、普通はそうだよね。うん、だから、あの、何、そういうことがないんだって。ああ。うん。だからやっちゃうみたい。ああ。うん。俺も怖かったもん、昔東京駅とかさ、新宿駅とかさ。普通は寄りつかないじゃん。うん。ベガ好きだ。あ、いけね。ちょっと待って。少しゆっくり行きます。え、何？オーダーっていうか、なんかベッドしていくの？ベッドしていくのっていうか。ベッドしていく。うん、ちょっと、かけていく？かけていく。あれか、事務所でお茶もらっていくか。お茶もらってく。配信してるんでしょ。ちょっとディスコ入っていいとかって言って。いや、あの、ちょっとラスベガスまで来たからみたいな。お茶飲みたいんだけど。お茶飲みたい。あとご飯みたいな。左車線を走行してください。なんかちょっと人としてもなんか変だよね、ああいう、なんつうのさ、からかってるでしょ。あ、だから初めてあれで、あの
その人の超一気太郎さん。見た。まあ確かに最もだと思ったあれは。ちょっとね。で、TikToker は大騒ぎなのよ、そのやったぜみたいな。なんかあるんだろうね。みたいなのもなんか。しかも未成年がやってるとかさ、信じらんねえよな。いやだから大人が教えてんだよ、誰がきっとあれ。うわ、やっちゃった、やっちゃった。あ、ちょっとゆっくり行きます、ゆっくり行きます。あぶね。引っ掛けなかったから、引っ掛けてねえや。でもあれだよね、ちょっと茂木さんと声似てるよ。誰？あ、俺じゃないよ。俺じゃないからね、言っとくけど。あ、ちょっと声気に入って、あ、ちょっと待って、ごめん、止める、はい。ウィルドバスターの検索が終了しました。止まってます。ここでウィルドバスターか。はい。あ、俺さっき警告出た時に、ノーって押したつもりが、イエスになってたのか。真ん中の車線、これ、左、右は、出口になっちゃう？これ。そうそう、うん、真ん中の方なんで。あ、お待たせ、いいぞ。はい、はい、行きまーす。あぶね、あぶね。じゃあ、入りまーす。はい、はい。はい、ありがとう。左車線を走行してください。いやー、でもなんか嫌な世の中になってきたね、そんなさ。いやー、だって昔はあんなことつうかネットがなかったからですね。いや、だからドッキリやるんだったら本当に身内だけでやってほしいのよ。あ、うん、身内で仕掛けるみたいなさ。だよね。いや、アメリカみたいにさ、なんかこう、そういう文化があるならいいよ。そのちょっとしたドッキリみたいなとかさ、パフォーマンスとかあるじゃん。あ、ガチで仕掛けられて、この間さ、電気ショックやられたって言ったじゃん、スタンガンで。そうなる世の中になるんだよ、多分。だから痛い目合うんだよ、見てって。カウンタックにドッキリ仕掛けたりしたスタンガンでやられちゃったみたいな。ね、アメリカとかだな、本当にあれだよね、なんつうの。本当に撃たれちゃう可能性だってあるよね、あれ。ああ。出たすりゃ。銃で出したのは見たことある。あ、やっぱりある。あるある。あのね、喧嘩ドッキリみたいなのが結構あって、何癖つけるのよ。なんで歩いてんだみたいな。こう正面から歩いてきて、で、はいはい、実はそれってドッキリって脱ぐと、うん、こうワイバックとかティーバックみたいな水着を着てるっていうドッキリなのね。要は。変質者的な。またすごいやつだ。結構見てて面白いのよ。その何脱いだらさ、だってやばい男が喧嘩売ってきて、突然脱ぎ出してさ、ワイバックとかティーバックじゃん。で、その脱ぐ前に男がそのドッキリの仕掛け人の後ろに回り込んで、拳銃抜いたのは見た。あ、マジで、やば、撃たれると思ったね、俺は。撮影者がすぐ、ノーって言ったら、後ろ向いて、びっくりしてたね。絶対やばいよね、本当にね。やばい。結局、撃たれなかった理由っていうのは、その Y バックとか T バック見て、こいつ気違いだと思ってみんな逃げてった。ああ。だから何、そういう文化なんだよね、向こうって多分。うん、俺何度かその向こうのドッキリ見てるんだけど、そういうヤバいやつには逃げるのよ。うん、結構仕掛けられた方って。
恐ろしいよね、本当に。仕掛ける方も命がけだよね。いやだから仕掛ける相手多分間違えてるもん、ギャングなんだよね、結局。その子供のギャングみたいな。相手が多分ギャングだと思う、あれ。あの、ちなみにブラジルとかもう拳銃所持 OK なので撃たれるんで、本当にやばい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 ていうか向こうの強盗とか、あの何、もうレベルが違うんで、あの金を出せって言うじゃん、被害にはパンって撃って一人殺したから金を出せそういうレベルなのよ、下手すると。なるほど、結構なレベルだと。もう問答無用なんだね。そう。うん。はあ。だから、あの、走ってるバイク盗むっていうか、いや、もう走ってるバイクとかって意味わかんないじゃん。うん。見たことあるすごいね。え、だって、走ってるバイクって、何、そこを走ってるときなんか、あの、なんか銃かなんかで襲うみたいな感じ。うん、走ってるところに来て、あ、止まってないんだよ。走ってるところに逃げ続けるバイクが隣に並ぶのよ。うん、で銃抜いて止まれっていう。やべえ。これでほら、撃っちゃうとバイクに傷が入っちゃうから、その時は撃たないのよ。で、その車を、バイクを止めて渡したじゃん。うん。で、たまたま、警察が、検問張ってたのね。うん。止まれもなし、パン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 。うん。だから警察が撃っちゃって、もう犯人をその方射殺。しかもそれ、ほら、二人乗りだったから二人とも。うん、怖いね。ブラジルの方が怖いかもしれない。すごいね。もうじゃあ、あれなんだね。その警察がさ、撃っちゃうってことは、そういうのが結構あって。あ、もうだから、拳銃所持してたし、相手が二人だし、みたいな。多分、アメリカと違うんでしょ、ルール。いきなり撃ったもんね。やべえ。もう警察から撃ったからね。ああ。で、警察だと、アメリカだと応援とか呼ばなきゃいけないんでしょ、なんか。いけないらしいんだけど、なんか、ブラジルは一人でいたのに撃ったからね。すげえなと思った。あと、ギャングの街とか、ギャングの街っていうか、こう、あるじゃん、アパートが。この集落はギャングの集落とかさ。そういうのがあるの？うん。スラム街だっけ？怖い。うん。そういうとこに、その、なんか、アジト的なやつがあって。あの、アジトじゃなくて、あれ、多分、若い連中が集まったのは、ギャングの家族が住んでるんだと思うんだよね。で、みんなお父さんギャングとかさ、子供もギャングとか。で、スラム街になってて、で、観光で、てか、YouTuber が行ったんだけど、威嚇射撃されたとか。怖い。銃弾飛んでこないのよ。あの、空に向けて撃ったらしくて。銃声がしたからすぐに走れとかって言われて、逃げてったね。で、ほら、日本人だからさ、銃に撃たれてる感覚なんかわかんないじゃん。で、なんで逃げるのみたいな。感じだったね。なんか、のほほんとしてた。まっすぐかな。怖いね。やばい。銃社会やばい。左車線を走行してください。でも俺も持ってたら撃つだろうね。変な話。なんだっけ。銃持って襲ってくる時だったらやっぱ護身用というかさ、なんつうの、持ってないとやばいよね。いや、そういう風になるわけでしょ。だから、そう。うん、あ、ちょっと右寄り、ね、左寄ります。
でお互い打ち合っちゃうんだよね。あ、でもさ、せめてさ、アメリカもなんつうの、フルオートの銃とかさあるじゃん、自動小銃みたいなやつ。はいはいはい、ああいうのはやめるようにすりゃいいのに。あ、一部はダメなんだよね。釣りも嫌だっつってるんでしょ。あのね、一部はダメなのよ。うん、うん、ダメな、禁止にしてないところもある。うん、うん、例えばハワイとかグアムとかダメだね。うん、観光用に、あの観光客が来るんで、うん、それにフルオートを出したくないっていうことでフルオート禁止になってるね。え、でもね、実はフルオートじゃなくても、うん、ライフルで攻めようとできる、撃てる人は、うん、フルオートでもできるのよ。おぉ。うん。僕撃てるのね、結構。うん、訓練すると。はいはいはい、うん。意味がないっていう人も、そうなんだ。まあ、うん。ただ、フルオートに、その、禁止にしても、部品一つでフルオートにできちゃうとかさ、抜き道がやっぱりあるのがね、あれ、だから、なんかこう、分解したら壊れるとかさ、うん、あ、そこまでしないとダメかもしれない。ああ。日本のエアガンとかって、一定のパワーが加わると壊れるのよね。改造できないようにしてあるんだ。そう、でもそれくぐってくるやついるんだよね、やっぱり。あいる、あ、ブレオさん当たってるよ。え、何が？見ちゃった、見ちゃった。え、何、何、今なんか当たってた？当たってた。失礼、失礼。っていうかね、スポーツカーがすげえ勢いで走ってった。うん。え、俺も右に行こうかなと思ったら、なんか右の車が全部止まったのよ。あれ？と思って、前見たら止まったって時代。失礼、失礼、失礼。ドバイ、ドバイ。でもね、日本の警察もなんかおかしい、今日。うん。今日っていうか、なんか、十徳ナイフあるじゃん。十徳ナイフ、ああ、あの、いろんな、あの、なんか、あの、こう、なんかこう、持ってる人。アパミニコマス、あの、うん、やつね、うん。そうそう、線抜きに使えたりするわけじゃん。うん、はい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 。あれで捕まった人いたし。ああ。いや、だからさ、で、仕事は一番に勤めてる。原則、原則、原則、原則。うん、一番に勤めてるんだって。左寄ります、左寄ります。で、こう、なんだろう、うん、ホス、ま、あ、またぶつけちゃうその荷物を開けるに使ったりもするんだって。うん、でも刃渡りで捕まっちゃうんだって。へえー、今裁判してる、書類送検かな。で、過料って言って、まあ罰金みたいなやつなんだけど、うん、9000何もなんだって、払えば OK なんだけど、払えばもう何もないんだけど、前科つくじゃん、うん、で、捕まった人は納得いかないって言ってやっぱり裁判してる。だよね。ちなみに俺は似たようなの見たことがあって、ヤクザの人が捕まつ。いや、だから難しいんだよね。確かにダメはダメなんだよ。で、まさか誰かなんだっけ、あのほら、ドライバーもダメとか言ってなかった。あ、そう、ドライバーもダメ。刃渡りが多分願いのダメ。うん、工事中かな。ちょっと待って、どっちか寄らなきゃいけない。あ、これあれだね、表紙消えてるね。これ標識見れるとだいぶ違うね。うん、あ、大丈夫。お、なんだ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 。出た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 。無敵の AI だ、無敵の AI。横からぶつかってきたぞ、あいつ。あぶね。怖っ。あ、車線規制はなかったみたい。これで解除です。なんか、右側でなんか、除草の工事やってるだけ、うん、これ。かもしれないね。うん、なんか変だよね、そのなんだっけ、
そのさ、ドライバーがいけないとかさ。分かんないね。右車線を走行してください。で、右ですね。右方向、出口です。だから工具箱に入れっぱなしで車に入れっぱなしとかやばいんだよね。そう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 。どうだ？車来てないな。よし。故障車か。今日日曜日だよね。日曜日。ああ、どうしようかな。昨日俺多分この時間居眠りしてたのかな。うん。暖房ポカポカすぎて。エルロラさんにメールを送ったあたりからかな、なんかね、出たような気がする、うん、昨日はね、9時頃もう寒くて、寝ちゃくてお兄ちゃんがいる、あ、やばい、朝来て、あ、お兄さんから来てると、ま、いや、でも俺はほら、仕事とかじゃないからさ、俺のあのメールは特に、会社から来てるときは怖い。うーわ、入ってきた。怖いよね、なんかこう。いきなりさ、横からドーンとか。早いんだよな。あと今なくなったけど、下級請求とか昔ね。あ、来てなかった。なんかハガキとか来たね。ねえ。うん。俺電話でよく来たのよ。調べてくるよね、なんか。買いましたよねとかって。何それ。いや知識はあったけど。切っても切っても買ってくるしさ。あとメール、あー、メールだよね。メールメール。ああ。最近あれ増えたね、あのショートメールのやつ。あ、そっち来た。うん。お、そっち全然来ない。なんか、あのソフトバンクから、あの、なんだっけな、うん、未払いがありますとか、あと、なんだっけ。はぁ。その、なんつうの、怪しいサイトを 見ましたよね、みたいな。ちょ、会員登録しましたよね、みたいな。身に覚えがないサイトに登録してるわけがないので、うん、はい、出口、出口、それね、俺相当離れてる、あのね、今ね、トラックに囲まれてんだよ、あやべえ、狙われてる、狙われてる、やばいんだよ、これ、右車線を走行してください、ちょうど前塞がれちゃってんだよな、右方向出口です、やっと、あ、出られる、出られる、はいはいはい、右方向出口です、ちょうどいい時間だね。止まっちゃった。まもなく止まった？左方向です。オッケー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 、大丈夫です大丈夫です。左方向です。右車線を走行してください。右車線を走行してください。ピザ屋だ。ピザ屋がある。直進方向。安いんだよね。500円だっけ。直進方向です。アメリカの安いらしいね。ね
だとなんだっけ、ドーナツだっけ。おーねえ、危ねえ今間違えて正面衝突しよう。危ねえ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 。また多分左に曲がるのかな、ね、これ。うん、現象だねこれね。あ、左に行った方がいい。左の方へ寄らないといけないかもしれん。オッケー、ちょっと一応左に寄っとく。はいはいはい、ありがとうございます。これで直進方向です。しまった、赤だった、赤になっちゃった。赤やな、危ない危ない危ない。まもなく左方向です。どこだ、お、狭っ。あ、狭くないか、そうでもないか。これあれだ、農場だ、農場だ。はい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 、左方向です。いや、全然見えねえ。あ、これね、これね、雨で、え、雨が強い。うん、俺晴れてる。雨男だった、雨男だった、雨男だった、雨男だった。よし、この後ろマークよく見るね。なんつんだっけ、でしょ、これで。あ、ここか、ここか、ここ、ここか。目的地でルートガイドを終了します。よいしょ、はい、じゃあ配信を落とします。お疲れ様でした。お疲れ様でした。